はい、皆さんこんにちは。 TMTV 田中稔です。みんな、社員のみんなは帰ったんですが、夜ふらふらと、開発を覗いてみると、またまたミッションケースがありませんということで、こっちを見るとまたバラバラにしているというパターンですね。佐藤さんに聞くと、ちょっと細工をしているということなので、細工が終了すればまたテスト等々を行っていきたいなと思っておるんですが、なかなか次の細工は面白いかもしれないですね。バッチリになったら嬉しいな、そしたら絶対リリースするのになという、感じでございます。ということで、誰もいない開発スペースから田中がお届けいたしました。